さよなら。みんな見てくれてるよ。で、はい、あの YouTuber、はい、みんなまだ寒いよね、先がっていうことで言うとね、そろそろかな。何でもだいぶ頭に来てるだろ。はいはい。遠慮しないで言った方がいい。笑わなくても笑ってどうすんだよ。それじゃあ頭に来てんのか頭に来てないのか分かんない。あ、でもこれ今日これもしかしたら、じゃあ降りるか。大井南で。どうしたんですか。いや、海底トンネルで切れちゃう。じゃあ降りても海底トンネル行くか。はい。あー、みんな今ライブ配信してるけど、あとちょっとでね、海底トンネルで行くんですよ。海底トンネル行くと、なんかまだこのライブ配信してる電波が弱いからね、バグってね、見れなくなっちゃうんですよね。だから一回バグったら、みんな一回ちょっとこう、なんだろう、下ろして、もう一回こう、ライブ配信をし直したか、多分ね、見れるんですよね。もう本当、あと5分もしないし、海底トンネル入ります。お疲れ様です。佐々木さん、たけし君、お疲れ様です。お疲れ様です。鈴木さん、ありがとうございます。フレーチャーワールド、怒りはぶちまけてすっきりしましょう。佐々木さん、お疲れさん、お疲れ様です。今日はもうぶちまけるよ。もう心に蓄えたの全部ぶちまけるよ。みんな俺の叫びを聞いてくれ。でもあと本当ね、あとちょっとね、お疲れ様で海底トンネルに入るから、はい、消えるかもしれないんですね。それだったら、あ、もう海底トンネルで一回まくったら、みんな開け直してほしいです。いっちぇごくさん、佐々木さん、あと佐々木さん、お疲れ様です。お疲れ様です。ごくさんはTikTok 来なかったよ。それは YouTube 追っかけてきたけど、もう本当あと 2,3 分で海底トンネルだろ。まもなく、そうです、ね、まもなくトンネルに入ります。トンネル入ると本当はまくっちゃうんでね、電波悪いから。イカ刺しさん、イカ刺しで飲んでますよ。いいですね、イカ刺しうまいんだな。ただイカ刺しは痛風に良くない。あ、そうなんですか。うん、痛風の人間は、たけし君お疲れ。お疲れ様です。つきつきさん、村さん、お疲れ様です。お疲れ様です。これビールとか、はい、ああいうイカとかプリン体はね、膝に良くないんですよ。痛風に膝に良くないとか、そうじゃなくて、まあ、お酒自体、良くないですけどね。ほんとね、今からね、多分電波が悪くてバグっちゃうと思うんですけど、お疲れ様です。チヂミで飲んでます。あ、いいっすね。お疲れ様です。もう飲んでる、いいな。村上かおるさんも飲んでますか。お疲れ様です。鈴木さん、こんにちは。チャーさん、佐々木さん、早く行って。あ、やばいやばい、大丈夫かな。今海底トンネル入ったから、おそらくね、電波が良くないかもしれないですけど、今日はまだね、バグってない。あれかつね、バグってない。まあ、でもバグってないから大丈夫ですね。もうとりあえずタケシ行っちゃえ。はい。頭に来たこと、みんな行っちゃえ、気にしなくていいよ。頭に来たことですか。はい。はい。何もないの？花粉ですかね。もうつまんないからやめましょう。こんばんは、お疲れ様です。今日は、歯ぐき切開したので飲めません。あ、明日飲んでください。お疲れ様です。チャンジャー飲んでます。いいですね。まだ大丈夫みたいです。今日はまくってないみたいです。はい。頭にくること、はい、気をつけなさい。この現場の埃ですかね。え、そんなこと。ああ、ずっともう鼻水が止まらなくて、もうこの鼻に対して、いや、花粉症だし、花粉症です。俺は本当頭に来てることを本当ね、ここまで来てますよ。はい。まあ大丈夫。ああ、でも海底トンネルくぐったから、バクってないってことは、バクって、ね、大丈夫みたいです。たけし君行っちゃえ、だって次々さんが。え、今日の現場の木くずですかね。え、視聴者さんいるからやめてもらっていいかな。村上かおるさん、明日飲みますって。今日スパチャありがとうございます。ありがとうございます。カルミジャパンさん、スパチャありがとうございます。佐々木さん、初代たけしさん、お疲れ様です。安全運転でお帰りくださいだって。ありがとうございます。はい。なんか俺が言いたいのは、
アウトロードも何でもないのに、はい、最近なんかアウトロー気取りで一生懸命こう幅利かしてくれやるのがいるから、はい、やっつけに行っちゃおうかな。はい。はい、だって、いや、そんなのがいるんですね。はい、そうです。急須つまんない、だって次々さんが。ありがとうございます。はい、サンライジングさん、佐々木さん、お疲れ様です。お願いがある、あ、お願い、あ、お願いがあるのです。あるんですが、内藤さんをウクライナに送り込みゼレンスキー大統領の財布から5万円盗み戦争を止める計画です。この間がこれ同じことずっと言ってる。運転手はたけしさんで、チャンネルお疲れ様です。佐々木さん、お疲れ様です。お疲れ様です。佐々木さん、お疲れ様です。あ、みんなでも楽しみにしてください。俺は本当に少ししたら、ライブ配信してる最中に、例のごとくまた突撃しちゃうから、突撃してこねらこらってやっちゃうから。で、みんなそれで大丈夫か、返事ください。いつか丸さんで佐々木さんとたけしさんと飲みたいです。あ、ぜひ来てください。ありがとうございます。あかんやつやって。今日テンション上げ上げですね。そうですね、ずっとね、昼ちょっとライブ配信したんだけど、テンション上げようかなと思ったら急にバクっちゃってね、はい、電波がいつもいいとこなんですけどね、フレジャーワールドさん、赤いやつや、今日テンション上げ上げですね。どうですかみんな、なんちゃってこうアウトロー気取ってる野郎だが、もうマジ本気出しやっちゃっても、佐々木さん、お疲れ様です。佐々木さん、たけしの、たけし、久しぶり。お久しぶりです。リュウシュさん、お願いします。だって、たまには、突撃みたいです。まあ、もう本当やっちゃいますよ。もう、俺のはもう、ですからね。飽きますって言えねえで、いきなり行っちゃいますからね、俺は。はい。本当に佐々木さん、引っ張りすぎて、サンタさっきから言ってるやん。じゃあうちに、突撃来てくだ、襲撃来てください。村上薫さん、うちに突撃来てくださいって。それはご勘弁お願いします。なんだ、 VS なんだかな、大関ですか、やっちゃってください。今日はキャラバンですか。はい、今日からキャラ、高さん、今日はキャラバンです。乗り心地めちゃくちゃいい。まあ糸の時は全然違います。OK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  牧場なんてみんな OK してくれてる。いやもう突撃今日はいけないですけど、アウトロー一人、成敗してください。まずは豊ちゃんからお願いします。佐々木さん、とっちゃえだって。はい。いや、なんで、でもみんななんだかんだ言ってこう豊ちゃんファン多いんじゃないの。見てるね、偽物は構わないでいいですけどね。あ、そうですか。佐々木さんが突撃したら、閲覧は爆上がりします。アウトロ最強です。浦安に遊びに来てください。わかりました。300人視聴中ですね、視聴中、何言ってるとこもあるからね。やったらリアルで怪我させません。はい、決めた時に出されたらたまったもんじゃないけど、まあでもライブ配信だったらリアルなんだか証拠になっちゃうから、はい、突撃してカメラを伏せる、声だけ聞かせる、はい、どうですかみんな。それで、ゆたくさんのことかっこいいって言ってましたね。本当ですか、ありがたいですね。村上川さん、ありがとうございます。邪魔するのはやめとけ、嫉妬するなよ。だって菅さんです。こういう人もいるんですよね。だからね、みんなの意見を参考にします。だってどこ行くかみんなまだ分かってないでしょ。あれ一気に100人減っちゃったんだけど、どっかでバグった。分かんない、潜ってるんじゃないですか。そうですか、はい、頭に来てる方もっといっぱいありますけどね、はい、本当ね、アンチじゃないけど動画に対してさ、なんか言ってるのはなんだっけ、お前みたいな老害はしまいには脳梗塞で早く倒れて死んじまい。これをもうアンチコメントを飛び越して俺に喧嘩売ってるよね。はい、だ
からね、買うよ。人生で喧嘩売られてね、買わなかったこと一回もねえから、みんな買うよ。釣り、突撃、暴行、逮捕、裁判、懲役、出所までをセットで生配信してくださいって。そりゃバグるね。バズるっすね。ね、裁判までそんなね、あの通ったらね、油断、それマジでバグるね。ドキュメンタリー。そんなことを言われたら私も殴っちゃう、だって。村上さん。ありがとうございます。殴っちゃな、殴るのだけやめてください。こんばんは。まあね、人を殴ることはもうなんだろう、もう散々やってきたし、はい、もうこれから人を殴ることはないです。まあ意見は言わせてもらいますけどね、はい。みんななんだかんだ言ってね、嬉しくて涙が出そう。翔さん、佐々木さん、お仕事お疲れ様です。頭にきますが冷静に、バカ相手にしないが一番です、ですね。向かってないです。同じくもないですね、ないですよ。そうですね、いい年して恥ずかしい。散々って。佐々木さん、アンチなんか相手にしないで、お世話大きい佐々木さんで言ってください。大丈夫ですよ、みんな。全然アンチなんか相手にしません。ただね、あの悪口になっちゃって、なんか俺の顔やたらでかくねえか、こうやって見ると。竹下より、遠近法ですね。遠近法、はい、まあ、小顔なんで。参ったな。参ったよね。でかくしてやる、でかくしてやる。 でかいじゃねえか、あんま変わんねえじゃねえか。向かわなかったよ。肉付きよくなりました。ね、そうですね。はい。リュウダさん、お疲れ様です。おっす。なかなかね、いろいろと頭がかかることあっても、弟としてはグッとこらえて、相手にせず、自分の配信をやっていきますよ。それで見てくれる人間に、だけに向けて配信しますよ。ね。はい。最近そうだな、あんまりこうワイ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 やったりしてねえからな。そうですね。うん、全然ね。なんかあの大してそんなやってねえけど、なんかこうみんななんか自分のあのお楽しみチャンネルを俺に荒らされた気分になって、なんかちょっと俺に対してそういうこと言ったけど、まあ俺はあの佐々木さんは本当に、おとぎあって、このアウトローさんたちとは違う、かっこいい、ありがとうございます。人のチャンネルで荒らすつもりもないし、何もないし、ただね、あまりこう釣り乗ってるとおそらくトンカチで撃たれちゃうかもしれないですね。はい。はい。まあでもなんだかんだ言ってね、佐々木さん、伊豆へ、お家に向かってます。お家に向かって今爆走中です。佐々木さん、床屋はどこに行ってるんですか。西葛西のアローという床屋行ってます。行きました。なるのではないでしょうか、おそらくは。だいぶ毛長いですからね、おそらくなると思います。カンナーナー走ってますねって、みんなすごいね。すごいっすね。こんなパッて見ただけでわかる。みんなスケベっすね。スケベ？はい。なんで？そういうの気づくってことは。ああ、はい、今日の佐々木さん、素でいい顔ですよって、喋りもグッと。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ただこのなんだろう、誰かこの車一台プレゼントしてください。コルベット。かっこいいっすね。コルベットいいよね。はい。タケシもスケベだよ。そうですね、みんなスケベって言ったから、はい、自分はもうスケベですよ。結構むっつりだよね。いやいや、そんなことないです。いやいや、あの前飲み行ったキャバクラの女の子言ってたよ。どうやってるんですか。むっつりですか。あのタケシもいたけど、はい、女の子がさ、はい、あれあのタケシ君っていう人は、はい、なんで
今日こんなおとなしいんですかね。え、それ場面があるじゃないですか。一人で来る時はもうあのもうバン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 女にオラオラ出してますよって言って。そんなオラオラしてないですよ。綺麗に飲んでますよちゃんと。ライライさん、男はみんなスケベだよ。出すね。はい。むつる、村上香織さん、むっつり可愛いやって。ありがとうございます。ああ、いいですね。むっつりではないんですけど、ね。お二人は S ですか M ですかって、多分俺 SM ですね。ああ、なるほど。スーパーマンってことですね。はい、佐々木さんは、あ、ためずにシラフで、動画で、吐き出したらいいんですよ。思う本音は大事です。確かにそうです。神田だから、丸さん直行ですか？いや、違います。今日は丸さん行きません。佐々木さん、内藤さんの給料から毎月10万、上納させましょうよ。大変です。捕まりますよ。佐々木さん、浮気はするのですか？浮気はしたことないです。常に、本気って言ったら失礼だけど、遊んでます。そうなんですか。はい。浮ついた気持ちを浮気っていうからね。はい。はい。今は一切浮気しないです。今っていうか、怖くてできないです。チンチンカットされるから。高さん、お疲れ様です。もう豊かちゃん、給料ないんじゃない？いや、どうすかね、人の給料、人の財布の、紐掛けは気にしたことないですね。はい。全然ね。ただ自分で一生懸命真面目に働いて、佐々木、お疲れ様です。お疲れです。です。一生懸命働いて、自分の、稼いだ分の中でね、はい、一生懸命紐の、財布の紐掛けを緩めたり、締めたしてみて、佐々木さんいつもお肌が綺麗ですね。体調管理がしっかりされてるんです。ありがとうございます。佐々木さんでした。汗。え？こんばんは。長い時間ですねって言われてもね。だから結構ね、俺青汁王子のライブ配信、はい、ライブ配信たまに見るけど、はい、結構ねなんかこう方向性持ってライブ配信してるから、はい、いいよね。結局誰かをこう、はい、ディスったとかじゃなくて、はい、でもなんかZ3に怒られたみたいだね。あ、そうなんですか。うん。あっぱれさん、女の子と40代になってからは話す方が楽しくないですかね。あまりスケベな心がなくなりましたね。単なる体力落ちただけですかね。いや、もう本当話してるだけで楽しいですね。女の子と話してるでもお酒飲んでるだけで楽しいです。だからもう、居酒屋で全然大丈夫ですね。かくやりたくなったらよろしくお願いしますって言われました。今の仕事を続けてほしいですね。らしいです。はい。王子のチャンネル面白いです。ですよね。誰に頭に来たの？もう行った？佐々木さん、一発ギャグお願いします。ありがとう。俺の持ちネタ。ありがとうございます。よし。で、誰も笑ってくれてない。笑い声が聞こえた。3人笑ってくれてた。ありがとうございます。ありがたいですね。はい、久しぶりです。どうか何とかかんだ言って、もうそろそろライブ配信終わろうかなと思ってます。この風景を見たらみんなもう分かるでしょ。ここがどこだか、お家がバレちゃいます。だからこうして、こうやってやっても分かる人は分かるんですね。今日は20分ちょっとですけどライブ配信をつけありがとうございました。もうお家に着いたんでね、これ以上やるとお家がどこだかバレちゃうんで、またみんな、明日もライブ配信6時にやります。また見てください。よろしくです。バイバイ、バイバイ、さよなら、またね、みんなー。